株式会社ワントゥーテンは日本のデジタルテクノロジー企業。京都、東京、シンガポール、上海を拠点とし、空間演出、エンターテインメント事業、ロボット、AI 事業、IoT、商品プロトタイプ事業、広告クリエイティブ事業を展開する主要事業会社と関連会社及び海外法人の4つの企業で構成されているカンパニーグループ。 2018年1月に株式会社ワントゥーテンホールディングスから社名変更を行い株式会社ワントゥーテンとなる。1997年に沢部義明が大学在学中にウェブサイト制作とウェブシステム開発を開始したことが事業の始まり。デジタル広告制作会社として成長を続けたがソフトバンクの人型ロボットペッパーの 言語エンジン開発参入をきっかけに AI 及び XR を持つデジタルテクノロジーベンチャーとして事業を拡大している。XR やプロジェクションマッピングによる映像演出を中心にこれまでに歌舞伎座での市川海老蔵主演の舞台におけるプロジェクションマッピングバンダイナムことドラゴンクエスト VR やオリジナルの AR、VR コンテンツなどの開発も行っている。 ありがとうございます。